チャロ、なんちゃんです。カトちゃんです。サッキーです。ヨッチーです。はい、ということで、チャロブラ2期メンバーですね、入って最初にお願いします。ついにやってきましたね、この日が。あ、どうですか？結構長かったよね。確かにそうだね。どうですか、あのこれまでそれぞれの自己紹介動画が流れましたけど、まあ、どんな感じで撮ったとか、まあ、今どういう気持ちかみたいなのをちょっと一言ずついただければなと思うんですが。そうね、はい、カドちゃん、大体チャロブラの動画ってプレミア配信に設定するじゃん、うん、だから事前に公開分かるじゃんね。そのプレミア配信設定した時点で姉ちゃんからおお連絡が来て、その内容がさ、楽しみにしてるよとか、うんうん、じゃなくて、弟が YouTube に出てるとムズムズするなるほどって言われて、なるほどな、何やねんムズムズってって言ったら、いやなんか身内が出てるのみんなさ緊張しちゃうんだよねなんでお前が緊張するんだよって姉ちゃんはずっとムズムズしながらムズムズしながら多分今話してるのも聞いてムズムズしてると思うするわーって言ってるんだ。そうそうそう、なるほどなるほど。どうですか、じゃあタキは。私はなんか親が大丈夫なの、みんな親ね、家族ね、やっぱ家族なんだね最初はね。なんかそれはなんか俺たちがヤバいかもしれないなんかそういうなんて SNS とかに疎いから、あ、そういうのに出ちゃうのって大丈夫なのみたいな、危なくないのみたいな、そういう親らしい何でも心配みたいな、心配された感じ。そうそうそう、はい、どうですか、俺はひたすらただカメラに慣れてない。あ、確かに。りょうちの自己紹介なんかテイク3か4回リハーサル含めたら4回目だね。もうリハーサル動画撮りたいぐらい。あれマジでやばかった。ちょっと見よう。そしてやばかった。やばかった。本当にあれやばかった。無表情だし、今こんなになって話してる。りょうちに。ちょっと、まあ、そこはこれからの改善って確かに、まあまあ、まだ1本目だからね、これからやっていけばいいかなと思うんですけども、そもそも皆さん、チャロブラザーズっていうのはインドに来る前、なんか知ってましたか、聞いたことありました、ありますか。いや、これ自己紹介動画だったんですけど、もともと知らなくて、で、これ上司が知ってて、その後見た、で、上司はインドに赴任って決まった時点で YouTube で結構調べて、はい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 、で昔上げてたその、うん、そのためになるような、はいはいはい、結構見て勉強したんだよって言ってたから、見てる人多いんだろうけど俺は知らなかった。まあ、そうですよね、はい、どうですかお二人は。俺も知らない。私も知らない。違う違う違う、チャロブラザーズはそもそも3000人の超底辺底辺底辺 YouTuber、 YouTuber って呼べるほどでもないレベルの、ね、ただただ当時の5人組で始めて、趣味、まあ、趣味も含めて少しでもこうインドにこれから来る人のためになればいいなっていうので始めたのなので、あ、なるほど、逆にインドにいる人たちと、あとこれからインドに来る人たちの、インド国内の日本人の持ってる情報ソースが少なすぎるから、確かにその、まあ、一部にでもなればいいかなっていうので始めたやつなんで、加トちゃんの上司とかが知ってたりとか、うん、たまに俺も日本人には誰 YouTube 昔やってましたね、あ、はいはい、言ってくれる機会は結構あって、確かに、まあ、それだけでも結構やってた理由はあるかなっていう感じの YouTube なんですよ。さらにチャロブラザーズなんですけど、タツシスターズ、確かにそう、タツシスターズの動画、残念ながらチャロブラザーズっていう名前は結構するんじゃないかな、はいはい、そうですけど、チャロブラで撮っちゃってるとチャロブラシスとかちょっとなったのがあるんで、まあとはいっても今後第2、第3のチャロシスターズが出てくるかもしれないので、確かに、いや非常にありがたい、第1人者としてチャロシスターズよろしくお願いします。チャロブラの過去からの経緯とかで言うとさ、面白いなと思ったのが1期メンバー、2期メンバーが全員同い年なんですね。そう、あ、そう、1991年の今年32になる年ですね、うんうん、これすごくない？いや、そう、こう仲いい人が大体同い年だから、うん、そう、でなんか今の俺らの世代32、3歳でインド駐在員って最近増えたけど、うん、5年前だね、28とか27とかの時に、まあ、当時から仲良かったの、その沢地とかグッチとか翔吾とかユージとか、まあ、昔とってたメンバーはすごい仲良くて、うん、で最初翔吾と、ユージっていう2人に、あのクラブイベントがあって、行く途中に、うん、俺さ実は YouTube やりたいってやばいみたいなのを俺が言って、はいはいはい、じゃあやろうよみたいな感じで気軽で決まった、
その時に俺もチャロブラになって、でも名前も実は決めてるんだよ、ニヤニヤしながら。でも5人欲しいよね、やっぱアイドルとか5人じゃん、多いね、嵐とか、ね、そうあとなんかさ、戦隊ものも5人じゃん、確かに5人欲しいなと思って。でその次に仲良かったのが、サワジ、サワジ同じ家に住んでて、なるほどね、同じコンドミニアムに住んでてで俺が当時4階、サワジ2階だった、で、サワジって言って YouTube やりたいんだけどさ、一緒にやんないって言ったら、あいつ東大卒でちょっとプライドもあったとか、いや、俺はいいかな、そういうのって一回断られて、そうなの、そうで、あ、そっかみたいな、まあ、じゃあいいよみたいな感じで、まずその話を終わって、で、グッチと俺ももうしょっちゅう飲みに行ってたの、グッチも料理とかして、カドちゃんみたいなのしてたの、たまり場だったの、聞いたの、だからそこで飲みに行った時に、YouTube やりたいんだよね、やんないよね、グッチ、いいね、やろうよ、はい、感じで、とりあえず4人集めて、4人で最初動画撮ったの、ね、あ、そうなんだ、だからチャロプラの一番最初の、もうすごいド素人の動画は、多分4人で映ってて、で、その動画を公開して、で、まあ、反響がちょこちょこあって、サワジにも、まあ、みんなで仲良かったから、YouTube 関係なしで飲むときに、この動画撮ったんだ、あげるんだよねって言ったら、サワジが、いいじゃん。いいじゃん。俺もそういうことならやろうかって、あいつは遅れて入ってきた。なるほどね。なるほどね。で、まあ、その後主要メンバーになって、いろんな企画とかやってくれたんですけど、それで歌ってもらった5人なんだ。あー、すごいよね。でも、そう、20代後半でさ、同世代インドで揃うってすごくない？いや、そうね、そう、しかもこのインドで働いてて、みんなインドが駐在員で、一応会社人の適用してやってるっていう感じだ、キャリア的にもすごい、そうだね、あんまりいないで、駐在員があんまり YouTube やるってことないし、確かにそういう人たち向けの動画コンテンツってほとんどないんだよ、そういう人たちの今後インドで赴任してくるってことか、今後インドで何かやりたい人向けにこういうことありますよとか、ああいうことありますよとか、こういうと、いろんな情報をね、この動画を通して、そうだよ、発信していければなというのが、まあ、この動画のコンセプトを含む、少しでもインドに興味を持ってくれる日本代表の方が出てくればいいなというふうに思っています、まあ、今後もこういうそういう企画をね、持っていければいいかなというふうに思います。はい、ということで、今回は、はい、久しぶりのチャロブラ再始動に向けての4人揃っての初動画となりました。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったなと思う人はチャンネル登録、いいね、コメント、SNS のフォローよろしくお願いします。こんなことやってほしいとか、こんなことが知りたいっていうのも、もうぜひコメントいただければ。そうですね。そういうのでね、はい、チャレンジしていきたいと思いますし、期待するメンバーとかいればコメントも書いていただければと思います。はい、ではこんな感じで、はい、ではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。バイバーイ。今日は動画を見てくれてありがとう。この動画がいいねと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、SNSのフォローよろしくお願いします。